はいどうも、柴犬ゲームズの柴犬です。本日もよろしくお願いいたします。今回も引き続きゲームボーイアドバンス20周年を記念して購入したゲームボーイアドバンスソフトをご紹介いたします。今回のラインナップは3点だけなんですが、すべて限定版のソフトです。アドバンスソフトでの限定版は私が知る限りだとかなり種類が少ないので、なかなか珍しいんじゃないかなと思ってます。最近では限定版商法が多いですが、昔はあまりそういうのはなかったですよね。限定版ってあると嬉しいんですけども、通常版よりもお高いし、存在を知ってしまうとどうしてもそっちが欲しくなっちゃうんですよね。少し話が脱線してしまいましたが、アドバンスの限定版ソフトにご興味がある方はぜひこの後もご覧ください。では今回も張り切って開封していきましょう。レッツ花粉症で鼻詰まり。はい、では早速ご紹介していきます。まず1点目のソフトはこちら、じゃん、大好きテディの限定版です。こちらの購入金額は税込み756円でした。テディベア100周年を記念して発売されたコレクションアドベンチャーゲームで、糸や布などの素材を集めて自分だけのオリジナルテディベアが作れる女の子向けのゲームです。で、このゲームのすごいところが、なんと約5億種類もあるそうです。5億って小学生がふざけて言うような数字ですよ。それとこのゲームは見た目が女の子向けなんですけども、街を移動して町人と話したり、森や丘などを探索して素材集めしたり、合成システムがあったりと男心をくすぐるような RPG 要素もあるので、男の人が遊んでも楽しめるゲームかなと思います。あと登場するキャラがみんな優しい人ばかりで、会話内容が優しい世界すぎて汚れ切った心が現れる、ほんわかした世界観の RPG という印象でした。それと主人公の女の子の動きがクオリティ高かったです。髪の毛がね、ひらひらとなびいてたり、結構細かいところまでアニメーションがしっかりついてました。で、主人公の絵柄がどこかで見たことあるなと思って調べてみたら、これの続編が伝説のプレミアソフト、キセッコグルミーだそうです。要はこれをベースにキセッコグルミーが誕生したということですかね。ではこちら開封していきましょう。で、まずパッケージなんですが、ここテディベア生誕100周年記念吉川てるみオリジナルベア付き初回限定版ということで、こちらにオリジナルベアっていう、まあ、人形がついてました。で、ここにパッケージがあって、で、この周りはね、普通のなんか段ボールっぽかったです。裏面はこんな感じで、ちゃんとアドバンスとかの表記が書いてる紙が貼られてました。なのでこの段ボールも含めて一体化っぽいですね。じゃあちょっと中見ていきましょう。まずはこちらオリジナルテディベアということですね。あ、ちゃんと足もしっかり動きますね。小さいながらもしっかり作り込まれてていい感じですね。これはね、女の子にはたまんないんじゃないでしょうか。で、こちらにありますのがソフトとなります。はい、中身はこちらソフトとハガキとあと説明書が入っておりました。ちょっとね、全体的に破れがあったりと、そこまで状態は良くなかったんですが、やっぱりこの女の子、キセッコグルミの主人公にそっくりですね。で、マップがこんな感じになっております。結構ね、RPG 風で面白かったですね。では1点目は大好きテディの限定版でした。756円で限定版が買えるのはなかなかお買い得感あって良かったかなと思います。じゃあ次、2点目のソフトはこちら。シスタープリンセスリピュアの限定版です。こちらの購入金額は駿河屋さんで税込み1378円でした。
あ、ちなみに先ほどの大好きテディも駿河屋さんで購入したものとなります。でこちらを買ったのが去年の7月でして、生配信でももう少し遊びましたが、動画ではまだご紹介していなかったので改めて見ていこうかと思います。まずゲーム内容ですが、主人公かっこ私柴犬かっこ閉じのことが大好きな12人の妹と会話をして仲良くなっていくというよくある恋愛もののアドベンチャーゲームです。詳しくは知らないのですが、12人妹全員血縁関係がこれあるんですかね。もしあったとしたらね、ご両親かなり頑張られましたねあ、いや、コウノトリさんが頑張られましたね。はい、ちょっと調べてみたんですが、血縁関係があるっていうのははっきりとはわからないっぽいですね。あまりそこに触れるなということでしょうかね。でこちら各妹にエンディングが用意されているので、なかなかのボリュームはありそうですが、一人攻略するのにだいたい10分ぐらいでエンディングを迎えるので、全キャラをクリアまでやってもおそらく2時間ぐらいで終わるっぽいですね。まあまだ私は2人しかエンディング見てないので、キャラによってはボリュームが変わるかもしれませんが、ではこちらも開封して何が入っているのかを見ていきましょう。まず箱なんですが、箱はねすごい全体的に備品だったんですが、ここに例の駿河屋さんのシールが貼られていて、めくってみると変色するという最悪の事態が起きてました。まあこれは本当に勘弁してほしいですよね。まあ横側なんで目立たないっちゃ目立たないんですけれども。で裏面がですね、こんな感じで妹12人が並んでいました。皆さんはどの子が好みでしょうかね。うん、では開封して中身を見ていきましょう。で中身はこちらで、ではまずこちらから見ていきましょう。これがオリジナルキーホルダー2種ということなんですけれども、こちら未開封品っぽいので、まあ、そっとしておこうかなと思います。であとはこちらゲームソフトとなります。裏面を見る限りだと、まあ、バーコードもついてるので通常版と一緒なのかなっていう感じですね。はい、こちらがソフトとなります。うん、これは袋に入ってて綺麗でした。であとはハガキと説明書ですね。説明書は非常に薄いです。ほぼほぼキャラの紹介ですね。あともう一個こちらが入ってました。カードみたいなのが入ってて、こちらは未開封品でした。このまま大事に保管しとこうかなと思います。でこちらの白い箱の方ですけれども、見てみましょう。こちらがですね、オリジナルステーショナリーセットということで、中身はですねピンク色のハサミなどの文房具セットが入ってるみたいです。ただこちらがですね、ビニールが残ったままでちょっと未開封品なので、これもちょっと申し訳ないんですけれども、開けずにこのまま大事に保管しようと思います。では2点目はシスタープリンセスリピュアの限定版でした。アドバンスには珍しいギャルゲーかつ限定版のゲームでした。こっちに置こうかな。いや、こっちにしよう。じゃあ次ラスト3点目のソフトはなかなか珍しいものとなります。それがこちら、じゃん、スーパーロボット対戦オリジナルジェネレーションフィギュアボックスです。こちらの購入金額は駿河屋さんで税込み2250円でした。オリジナルジェネレーションのソフト自体は珍しくないんですが、こちらはフィギュアとセットになったもので存在すら私知らなくて、調べてもね詳しい情報が見つかりませんでした。まあもしかしたら私の調べ方が悪いのかもしれないんですが、実はかなりレアなものなのかなと一人でドキドキしております。過去に一度だけ駿河屋さんの負けプレで販売してたんですが、購入した後に売り切れが発覚して購入できませんでしたっていうお得意のやつでした。まあなのでもう二度と手に入らないかなとは思ってたら、少し前に入荷されて運よくゲットができました。でこちらのオリジナルジェネレーションというゲームは普通のスパロボなんですが、このタイトルでは他社のアニメゲーム版権の作品は登場しないらしく、バンプレストオリジナルのスーパーロボット対戦みたいです。スパロボといったらね、マジンガー Z やゲッターロボなどの有名ロボが登場するイメージがあったので、これはね調べてみて意外でした。ではこちらも開封して見ていきましょう。おそらくこれを開封するのは YouTube 初なんじゃないですかねわかんないですけども。で箱の状態ですが、黒い箱ということもあって角の擦れはまあまああるんですけれども、まあ目立ったつぶれや痛みはないので、うん、比較的綺麗な方かなと思います。じゃあこちらも開けて見てみましょう。
はい、まずはこちら何かと思いきや、これカバーがついてまして、でこれがソフトとなります。うん、ソフトの状態はねめちゃくちゃ綺麗ですね。箱にさらに箱に入ってたんで、やっぱ状態はかなりいいですね。でこちらがソフトですけれども、こちらもビニール袋に入ってました。うん、これはありがたいですね。であとはお、はがきがちゃんと入ってました。説明書もすごい綺麗です。そしてかなり分厚いですねお、わお、あら素敵、いいっすね。お、おー、ザス、お登場する女の子が結構可愛いですね。やばい、これは新発見かもしれないですよ。であとはこちらですね、 SD キャラのフィギュアがついてました。左から R1 サイバスターアルトアイセンのフィギュアが入ってました。ちょっと私これ詳しくないのでどれ一つわからないんですけれども、まあ、好きな方からしたら有名な3体なんでしょうかね。しっかりフィギュアも入ってました、まあ、これは見えてましたからね外から。では3点目はスーパーロボット対戦オリジナルジェネレーションフィギュアボックスでした。これも一応限定版に当たるんですかね。うん、はい、では今回購入したアドバンスソフトはこちらの3点です。どれも限定版ということもあってサイズが三者三様で面白いですね。他にパッと思いつくアドバンスの限定版ソフトって言ったらコンバットチョロ級の初回限定版ぐらいですかね。もし他にもこんな限定版ソフトがあるよってご存知の方がいらっしゃいましたらコメントいただけると幸いです。アドバンス本体の限定モデルは結構多いんですけどね。まあこれからも限定版ソフトの方も探していこうかなと思います。では今回の動画はこれで以上となります。これからもアドバンスなどの携帯ゲーム機メインの開封をしていきますので、ご興味のある方はチャンネル登録お任せします。はい、正直チャンネル登録よりも動画を見ていただける方が個人的には嬉しいです。まあさらにね、よく言えばアドバンスに興味を持っていただけるとなお最高です。では最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。さようなら。私はこの講師です。